なこれ、あ、カブトムシや。ハシビロコウじゃない。え、うん、ハシビロコウ持ってもこのカブトムシ出ました。カブトムシ出た。かわいい。ゲットしました。バイティアルチャンネルのママです。今日は久しぶりのアルペンアウトドアーズ、大倉海岸店さんに来てます。ガチャガチャからスタートしましたけど、はい、見つけてしまったのでやりますよね。今回はあのインスタの方でオニヤンマくんが入荷したということで、ちょっとゲットしたいなと思って来ました。早速ゲットしに行きましょう。はい、左発見しました。人気あるから一人一個です。帽子の二個。あ、私と。はい。あ、なるほど。二個買いますね。買います。一個プレゼントします。嘘だよ。嘘だよ。アルペンさんがココイチのココイチとコラボしてます。マイキャンプカレー。レトルトカレーですね。からもうお皿からマグやら、かわいい。すごいな。最近コラボ結構。めっちゃ本格的やで、あれめっちゃ怖いな。エプロンと T シャツ、アパレルから見ていきます。お、金やで。すげえ。金のマスクよ。ちょっと欲しいですね。欲しいな。金のマスク。1,540円。なかなか。いい値段やで。金のマスク。かわいいよな。じゃあ、袋ゲットします。なあ、この季節ちょっと暑いかな。ちょっと待って、入り口からもう暑いかな。やばいな。やっぱオーバーオールかわいいな。オーバーオール、うん、来たんすよ。あ、試着してましたね。うち、娘も息子も私もオーバーオールやから、よく行く店でオーバーオールやったから来たんすよ。まあ、びっくり。似合わんかった。こんなに似合わへんやつがおるかっていうぐらい。だから、買うのやめました。いや、こういうのの方が可愛くない？
や、可愛いと思う。麦吐きが、でも登山かな登山かな。こういうあの絶妙な色も可愛い。このぐらいの気持ちで行った方がいいんじゃないですか。そうやんな。あたしいつも三段、あこれこれすごいやつ。あ、今噂の。うん。かき氷するんやったらな。これとこれに氷挟んどったら絶対溶けへんのじゃん。マイナス温度帯の持続力が約 16% アップ。どう違う？え？氷点下パック、こっちも氷点下パック。え？分からん。冷凍庫に入れて3日で凍りますやって、うん、こっちは1日半で凍るねんて。わかりやすい。ほなこっちやわ。そうっすね。1個買う？1個買いましょう。でっかいの？え、これ？これやんな、うん、なあ。よし、なんかこまごましたもんが増えてるけど。さあ、次は次は何ですか？次は何ですか？さっきもともとでもあれやんな、鬼山買いに来たんやな。そう、鬼山だけでよかったんやけど、もうすでにこの増えてますよ。最初の今はね。こんな大きい沼なかなかこうへんから。ちょっと待って、あれ何？めっちゃでかない？ビール？サーモジョッキやって。プール。え、そら涼しいやろ。もう大きいかな。すごいな。首振り機能、機能もある。これ使えないやつだって多分ね。どうせお高いんでしょ？お高いんでしょ？これ、私じゃないですけど。これ欲しいっすよ。どう思いますか皆さん、これどう思いますか皆さん。これね、これマナスタッシュっていう、うん、ね、昔マナスタッシュっていうこれメーカーのリストバンドずっとつけとって。あー、あれか。そうなの。で、今もそのリストバンド残ってんのよ。息子に。30% オフ。17,600円の 30% オフ。ちょっと欲しいな。本当に決めていいんですか？本当に。シンプルが一番いいんじゃないですか。これでもシンプルから外れてないの。ポケットだらけ。まあ手ぶらベスト的な。ああ、いいっすね。ちょっと待って、手ぶらベスト買えるじゃないですか。買えるよ。手ぶらベストそっちにあってん。あった。どこどこ手ぶらベスト。どこですか。いやいや。ああ、ほんまやほんまや。あったあった。あ、でもあれじゃやで。値引きないで。お、ほんまやな。うん。値引きがないです。値引きなしです。パン系はままならどっちを選ぶ。私は値段は一緒やもんな。ポケット多いの好きじゃないんで選びます。選びません。ポケットちょっとフル活用できないので。あのカバンの方が好きです。手ぶらバッグが欲しい。そういうことね。そう。ベストと、うん、長袖の差あるからね。あれ長袖なんですよ。皮にかまれへんよね。皮にかまれへんし涼しいし。ベストはもうかまれ放題やな。
まあそうですね。なんならもう噛んでくれと言わんばかりだ。こんなん好きやろ。そうやね。だからこう胸に何かついてるの好きやろ。胸に何かついてたらおしゃれ。どうですか。一旦考えましょう。はい。その前あれかな。どれ。ガイロープ。あ、ガイロープな。え、これ可愛いんやけど。ガイロープのカバンやで。え、これめっちゃ可愛い。3,190円。マナスパッシュ。呼んでるわ。アナスタッシュの停車ターンで、そうなん、この生地好きやだし、あ、かわいいこのダランとした感じ好き。あ、わかります。なあ、おしゃれ、マナスタッシュ、おしゃれ、スタイリッシュ。私さっきなんかあれと思った。あれ何見たかったやろ。あ、これ私前も見えんかった。マナスタッシュ。え？え？マナスタッシュ。ちょっと待って、30%増えないけど。もうこれはマナスタッシュをもう変えたらいらんとかな。いや、かわいい。これいいじゃないですか。かわいいやん。それにさっきのカバン。うん。で、金のマスク。完璧やん。めっちゃかわいいよ。完璧やないか。これめっちゃかわいいよ。いいっすね、これ。捨てる？え？なんて言いましたか。ただただいいっすね。うま。黒選びがちやけど、私選びがちやな。黒ってシュッてして見えるやん。じゃあ黒がいいっすね。え、はい、ガイロープコーナー到着。これですね。うん、やっぱ黒がいいかな。目立つ方がいいかな。どうなんすかね。なんか結構ガイロープにあってなるもん。確かに。子供がなりがちやん。だから、小川の前回の跳ね上げ部分の2本と、あと DD カープの、あ、ダイヤモンドバイシャトルの、はいはいはい、上の、うん、今2本あればできる。これ村子やで、これ白か、やっぱ白がいいんかな。村子ですね、スタンダードで。何メートルですか。堀は15メートル。15メートル。参拝。15メートルまあまああるな。これで足りるかもしれない。もう。じゃあ村子買いますか。村子ね。村子テント。うん。買うかもしれない。かもやもんな。頑張ろう。頑張って働こう。え、ほんで、これはこれどういうこと。あ、あるじゃないですか、これ。え、めっちゃ高くない。なんでモラコやから。日本国産やから。最高のクオリティで。あ、ちょっと待って、これもモラコやで。OK。 もう聞きたくない。最高の品質で仕上げてたんですよ、モラコさん。でも、普通飲んでいいな。小川さんでいいな。え、どうします。え、小川にせえへん。テントは小川やん。で、ガイドオフが村か。でも、テントも。え、こっちの方が可愛くね。村かのテント。あ、でもこれも村かのテント買う可能性もあるっしょ。でも今持ってんのは小川やねん。はい。どっちがいいですか。はい。
ムラコ、初めてのムラコ買います。いますね、初めてのムラコ。こっからムラコが減れたんやけどな。あ、難しいですよね。うわ、炙りの達人欲しい。さあ、栄養クラー、あ、ほんまや、栄養クラー、栄養クーラー売ってる。こういうベアも可愛いけどね。うん、可愛い。ポーラーベアも可愛いよ。この子。なんか最近ソフトクーラー流行ってるな。やっぱあれって、ソフトクーラー。あー。やるな。こんなん、リュック背負えんねんで。セカンドクーラー的な。あー、そうやんな。え、ちょっと待って、これもちゃうな。違う、こんなでかいクーラーボックス持たれへん。ギアボックス的なあれかな。さあ、次はテントじゃん。あ、テント見ようか、ちょっと見ましょう。ソロ用の新しいテント欲しいですよね。でもソロテントなんか展示してなさそうじゃね。見て、これ噂のあのでっかい焚き火台じゃん。でかいよ。焚き火台 LL。 でかいよ、円柱になるじゃん。それこそ本村かけなあかんやな。心を燃やせ。なんか、やっぱソロ用ないんじゃない？ないな。あ、ノルディスク、ワンポールやで。ノルディスクやってますよ。すごい、やっぱノルディスク価格は10万超えるやん。あ、でも見て、6人寝る。すごいな。これあれやんな、言うたらサーカス PC のノルディスクバージョンみたいな。そういうことですね。めっちゃ広い。広いけどこれ6人寝る。6人ってどうして寝るの？子供が6人ってこと？けても大人3人ぐらい。いや、でも可愛いな。ノルディスク可愛いな。ノルディスクは可愛いっすな。色が可愛いよな。ソロ用のテントは展示しておりません。ソロ用のテント買ってカンガルースタイルしたいね。カンガルースタイルしたいっすね。したいね。広々バーゴ、はい、来ましたね。ね、バーゴのでっかいシェラカップ欲しくて迷ってたけど、やっぱ買おうかな思って。前見かけたな。うん、そしたらアルペンに持ってた。持ってた。これ展示してないな。ちっちゃいやつは展示してる。うん、これこれこれね、これこれ折りたためんねん。これスタッキングめっちゃ良くない？これ考えたやつが頭めっちゃいいで。いや、でも普通にありそうやけど。ゼロから1を見つけなさい考えたの。いや、これだって完全にあのフォークとスプーンの。ありました。バーゴリスペクトしすぎやろ。これの、あのこれがこれやもんな。そう、一回り大きいやつや。こ
それ買いましょう。買いましょう。ママ用に買いましょう。ママ用っすね。どんぶりとかこのサイズがね。要はソロで食べてるやん、どんぶり。うん。何で食べたやつなの。いつもこれこのサイズ。シェラカップで。このサイズのシェラカップで食べてるから。おかわりしてます。これまたお腹いっぱいになるね。お腹いっぱい。いいじゃないですか。だからこれ450やろ。一番450ってことはさ、どのサイズ。この辺と。お、それかわいいな、それ。これあれやん。マッコリ飲むやつやん。マッコリ飲むやつやん。なあ。コロナが前はなあ、あの夜間で出されたマッコリ飲んでましたよ。ほんまや。ほんまや。これベルモントさん。商品提供してください。余裕はお買い得品とこにまさかの寝袋があってんけど、これ分けあり。あ、見本で使われてたやつやって。うん。でもいろんな人が寝てるよってことじゃ。分けありやな。35,000円が。26,950円。寝袋です。すごい、約1万円の値引きで売ってます。アルペンアウトドア。あ、これあれで。モーベンス。5,390円。いやでももともと7,000円。夏用やな。はい。だから昔何千円ぐらいで買ったな。買った。マイナス25度まで行けますよ。マイナス7度で死にかけたからな。投資しかけた。お前うなみにしてんのかよ。気をつけてください。さあ。どうですか、ぐるっと回って。いやー、あったんでどうですか。沼です。ですよね。分かってきたけどね。鬼山だけ言ってたのに、もう、そうやね、もうこんなにあるで。まあ、外方向はいる。やってたよ。うん、食べたかったもん。ちょうどよかった。レジにあって。今日は鬼山くん買いに来ただけなはずやけど、結局。10点ぐらいか。買うことになりました。もう沼に来たら買ってしまいます。今回の動画はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。じゃあ次回会う。
all know. And I must confess that you don't touch me like I touch you. Never blush, baby, when I can.